インアンインストールみたいなして、アンストールなんか一回消して、で次ダウンロードしたらダウンロードしようとしたらめっちゃ溜まるの。何そのアプリのそのさ、あダウンロードしただけでさ、このゲージみたいなのが溜まるのがめっちゃ遅くて、でもそれができたら今配信できた。本当なんだなんだということで遅くなってすみません。そしてついに今日は間違えた、明日は誕生日です。今日の0時にはもう19歳を迎えています。いやーびっくりですね。どうしましょうかねえ。これさ、まだ治んない、誕生日だっていうのに、なんなんこれ。携帯に入ってるアプリが多くて重たいとか、それはあるかもしらん。そう、私今日おまたぎ配信できないんですよね。なんでかっていうと、そうなんか理由がね、理由をね多分知りたいよね。普通だっておまたぎ配信できるもんね、普通に考えてたら。あのおまたぎ配信できない理由って言っていいのかな、これ。おまたぎ配信はちょっとできないんですけど、でもおまたぎ配信ができない理由があるんですよ。ここでクイズ、なんでだと思いますか。誕生日ワクワクするだって、ワクワクしない。なんでかっていうと年取りたくないから。眠いから、お子ちゃまだから。言っていいのかな。いやどうせ多分知ることになるんだけど、みんなはどうせ多分何かすぐあこういうことだったんだね、多分わかると思うんだけど、なんか先に、でもどうせ知ることになるんですよね。そう、なんかそんな多分さ、普通表現しできるのになんでって思うでしょみんな。なんかもしかしてなんか例えば皆の中ではさ、おまたぎ配信するってさ言ってさ、言ったらさ、なんか男の子と過ごすんじゃないのとかってさ思う人もいるでしょ絶対。いやいるでしょ一人くらい。なんでおまたぎ配信できないのみたいな思うでしょ絶対一人くらい。あのね、全然違うんよ。いないしそもそも。でも実際そうなんでしょ、ほらやっぱ思ってる人はいて、でも違うんだよね。でもそれなんだろうな、まあ、ある言っていいのかわかんないんだけど、ある人とは過ごすんですけど、それが誰かっていうのは言わないよ。でもどうせ知ることになるからみんな、結局言わなそう。いや絶対知ることになる。私が多分ストーリーとかにバイバイしてくれたって上がって言ってなせると思うんで、絶対でも言わない。でもみんなの知ってる人だよ。
それだけは言っとくね。みんなが知ってる人だよ。みんなが知ってる人だからね。うん。カレーピーピー、ほら、だからいないのよ。これさ、どうしたらいいの？命かけれるよ、全然。でもどうせあ、この人といたんだって思うと思うよ。サークル仲間だ、サークル入ってないのよ。だからそう、皆さんおまたり配信できないんですけど、でもあ、こういうことねって思うと思う。じゃあファンの皆さん、今多分この今ショールームを見てる方は絶対誰も知ってると思う。いや絶対に。明日は配信しますよ。しますけど、多分夜になっちゃうけど。ねえ、みんなそうやってすぐ疑うんだから、言わないとあれですよね、でも。言わないとあれでしょ？だから、言った。で多分みんなすぐ知ることになるので、大丈夫だよっていうお話。大丈夫だよっていうお話。ひなこの誕生日、お仕事休みで配信中、嬉しい。でも夜ですよ、いいですか？ひなこに関して疑ったことないんだって。そうね、なんかいいのか悪いのかちょっとよくわかんないんだけど。そうだから違うよっていう話ですよ。でもそのある人が誰かっていうのは、あのね、わかると思う。いやわかる、いや普通にお知らせします。ストーリーやらないやらない。ピナコちゃんは年上、年下、え、どういうこと？その過ごす人がってこと？うん、後で絶対知れるから大丈夫、絶対知れる。絶対知れるから大丈夫だよ。知らないことはないです。で来年のね、20歳の時もおまたり配信できないと思うんですよ。なんかその20歳の誕生日を過ごす人も決まってるんですよね。それはあのしーちゃんなんですけどあと七瀬とかなんですけど、そう、もうね結構前から決めてるから、私が20歳の時に一緒にお祝いしてくれるんだって、カウントダウンしてくれるんだって。しーちゃん、おまたり配信って言い方なんか、え、だっておまたり、なんかそのまたり配信、またり配信はちょっとなんかお上品じゃないから、おをつけてみた。おまたり配信、
ひまたじかと、ひまたじって言うんだ。またじアイス、おまたじ。ねえ、なんか変な、彼氏いたのとか聞いてくる方がいる。いない。みんなすごい疑ってるね。どうしようどうしようどうしよう、どうしたらいいの。やだよ、違うのに。そんな変な嘘のこと噂が流れちゃうのやだよ。21歳の時はまたできるの。21歳はできます。おまた、おまた、髪色落ちたの染めた。いや、落ちましたね、これは完全。黒くしたいですね、暗く染めたい。なんか茶色落ち着かない。これは YouTube 聞いてる。やだ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 。じゃあ今日一緒に過ごした人が誰か分かったらにして。じゃあの髪型めちゃくちゃ似合うって本当に。いつもと一緒やない。そんなことない、ちょっと違う今日。千代さんと千代さんの方が髪の毛って長いんじゃない。明日は配信やりますよ。本当にもうそうやってすぐ。じゃあもうちょっと匂わせなさいよ。だってそうだな。え、でもね、コメントにね答えあったよ。コメントに答えあったよ。そうそう、前髪作ってくれ。だって、せっかくここまで伸ばした。まあ、作りたい気もするけど。さっきコメントで答え出てたので、その中のどれかだと思ってください。名前出てたので。髪自分で巻いたの。そう、自分で巻いたんだけど、ちょっと下手くそ。なんかこのちょっと下手くそ。唇がセクシー。本当？似合うこと仲いい子であることは間違いない。はい、そうです。仲よっぴです。もうで分かってるでしょ。みんな分かってないもん。まだ分かんない。でもこのヒント出したらすぐ分かっちゃいそう。私より年上ですね。そう、明日で19歳。最近どんどん美人になってくれて嬉しい。顔面だけ見たら19歳になって。やった。皆さん0時になったらお祝いしてくださいね。分かっちゃうといけないのだって。いいのかな、こうやっていいの。でも言ったところでだよね。別になんもないか。え、ハッシュタグとか奥原日奈子生誕祭じゃないの。いつも前髪が長いと年齢を年取って見えます。それってさ、良くないってこと。一回りくらい年上。それもしーちゃんやん、それ。
言っていいのこれって。普通にいいのか。いいよね別に。あ、分かんなくていいんだよね。23ぐらいに見える。うわー、それってさ、老けてるってことでよろしい？マネージャーに確認する。いや、そんな、なんかそんなんじゃない。言っちゃうの？だって。え、どっちがいい？ストーリーで知りたい？ストーリーの質問あんま答えてなくなった。ね、わかる。私いつもさ、答えるって言って全然答えれてない。もうほとんど気づいてるから大丈夫じゃない。だって確かにみんな気づいてたよ。みんなもうね、合ってる。うん、正解。普通に正解出てた答え。そうだよね、あんまりさ、本当に合ってる。うん、多分みんなが思ってるのと合ってる。でも間違ってる人もいた。あー、そっちじゃないなーっていう人もいた。じゃあちょっとめっちゃ分かりにくいヒントだけ出しとこうかな。うん、ちょっと分かりやすいヒントだけ出しとこうかな。なんかダイエットとか頑張ってる人ですね。はい、以上。もうこの話やめよう。もうね、今のヒント別に言っても分かんないよねみんな。だからもうこの話やめようか。そうだな、じゃあ今日の話しようかな。今日あった話ね。うん、そうそうそう。ああ、もうそ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 う。私は年上で、あのダイエットとか頑張ってる人。はいはい。そうだね。だって分かんなくない？だってまだいろんな人おるやん。英語でヒント出せばよかった。分かった、英語で出すわ。もう一個、そうだな、リップの話で、このリップで友達捕まったの、大学のお祝いしてくれたんだけど、その時も写真もで、ちょっと今ちょっとだけ見せちゃうと。そうだよ、わかんないやん、まだ誰か。あー、 She is、 うん、さ、30 years old。 あれ、うん、そうだよね。もうこの話やめよう。私がね、
そのまんまで草あ、イエスイエス、あディセンバー、ディセンバーバースデイ31 years old 合ってる OK?ねえ見て見て、これは大学の友達がお祝いしてくれたの、嬉しい。やっぱ充電 6% しかない、終わった。っていう感じです。はい、あのだから友達できたんだって、友達できたなんか大丈夫、あの友達できてます、3人います、3人。そういつも4人でいるんだけど、4人の誕生日が来るごとにあの毎回ねお祝いしてるの。仲いいよ、心の中の友達ね。ひどい、精神共鳴の友達だよ、なんかいろいろ噛んだ。学校の友達何人の？3人です。やっぱりさ、広く浅くじゃなくてさ、狭く深くの方がいいやん。っていう感じです。京香ちゃんが日向子に友達いないよ、嘘で。ねえそれさ、いつも言われる。でもそれってさ、私がさこういうさ人だからっていう勝手なさあれでしょ、勝手ななんていうの、偏見みたいな、偏見でしょ。あのね、私の大学来てほしい。じゃあ私すっごい静かなの。でもその4人の中だったらめっちゃうるさいけど、私本当に3人しかいないの。みんなに見てほしいぐらい。でもそうだよね、友達なんか陽キャっぽいもんね、なんか自分で言うのもあれだけど。見てほしい、私本当に静かだよ、なんか目つき悪いし自分で言っちゃう。いや本当に目つき悪いと思う。私3人ともメンズ、また出た、3人ともガールで、ガール。友達のイメージ本当に多くないの、信じて。全然これも命かける。そうだから、こんなキャラじゃないよ他の人の前で。だからこういうキャラがバレちゃったらちょっと恥ずかしい。チーム B の MV 撮るときか、え、マジであんな感じ、なんかもう他の人みたいな感じ。でもこんな感じ。雨降ってますかの人と友達になった。いやあのなってないです、すいません。雨降ってますかはちょっとすいません。命足りんくないなんか心配だって。だってそれほど本当ってことなんだもん、命かけれるぐらい本当のことだよって証明してるの今。だってこれで嘘だったらもう今いないからね、私ここに。その友達はこの話見ないの、見ないと思う。うん、おとなしくてぶりっ子とか、いやぶりっ子初対面の時しーちゃんによく声かけられてない、それはガキだったんです、中学校で。クソガキで。そう、大学の人もショールーム見てる人いると思う。え絶対ないよ、いるとしたら出てきてほしい。で仲良くなりましょう。この日の子はキャラ作ってるのになって。いやこれが私す大学でキャラ作ってる、逆に静かキャラみたいな。ひなこちゃんはクールな感じに見えて意外と甘々な気がします、だって。
どうだろうね、わかんないわ自分でも。19になったらしたいことは、免許を取るかな。友達増やしたい気持ちあるのって、それはね、増やしたい気持ちはあるけど無理だなって最近思い始めてきた。なんかその私自分から話しかけれないし、めったにないんですよ話しかけに行くことが。で話もかけられないし無理です。でも大学のジムとかの人はモバメ見て、ねえねえ本当にさどうしよう、ヒーナメールってさ言ってんだよ、今日は何々食べたよとか言ってんだよ、自撮り乗ってて今日こけそうになっちゃったよとかさ送ってんだよ。え本当にやばいよね。大学でのひなこちゃんのテンションで一応配信してみてほしい。だってえいいの、えそれやば、私だったらもうマジでこんな感じ。っていう感じです。ああ、そうしこい。なんかここだけなんか本当にやばかった今。え、でもガチ大学、私これ私大学本当にこのキャラなの。本当だよ。でこの今喋ってる私が本当の私ね。放送事故やめて。で大学では私本当にあんな。であれにマスクしてるからめちゃくちゃ怖いと思う。だから。雨降ってますかって話しかけてきた人めっちゃ勇気あるよね、すごいと思った。こんな怖い人に今雨降ってますかって聞いてきたの、こんなめっちゃ目死んでるこんなんに、すごくない？本当に申し訳ないです。本当に私本当に人見知りとかすごくて、みんな信じてくれないと思うけど、っていう感じですね。え本当に喋んないよ。大学キャラで喋るとしたらどんな感じなの？だって、なんか雨降ってますかって話しかけてきた人にも、あー降ってないと思いますって感じ。お話し会でもそう、いやいやお話し会でこんな感じだったらやばいでしょ。っていう感じ。もう大学はね、もう本当に見に来てほしいくらい、みんなに何々大学の何々教室で見に来てくださいって。参観日とかないのか、あるわけないか。その顔面なら賢そうな、めっちゃいい女、嬉しい。知的に見える、なんかこうしてたらなんか科学とかできそう、なんか将来総理大臣になりそう、なんか大統領とか行けそう。見に行っていいのって、私全然いいですよ。大学に3回見ないです。面白くないね。めっちゃモテそうだって。あのね、本当にモテないです。こんなモテないでしょ、こんな怖い人が。モテるのっていうのはさ、もうちょっとさあざとい人とかさ、なんかねえ筆箱開けれない開けてとかさ、なんか
ね、靴ひもほどけた結んでとかさじゃないの。ねえ、なんか爪取れそう取ってとかさ、あとなんだろうな、こういうさ人がモテるんじゃないの。なんかねえ、服着せてとかさ、いやわかんないけど私のイメージね、こういう子の方がモテるんじゃないっていう話。そういう人がモテるでしょ。ほら、私そんな言わないのよ、絶対言わない。私ノリだったらやるよ、その友達とかにさ、ねえとかなんかノリでやるよ。けどなんかガチで言ってる男性に対してガチで言ってる人はすごいなって思う。なんかもうあざといやん、モテるの知ってる、なんか分かってるなって思うんだけど、え、そんなことない。なんかあとなんだろうな、他になんかねえ、ハンガーに服かけれないとかさ、ね、電気消せない、なんかボタンなんか力弱くてボタン押せないとかさ、ね、握力1しかないとかさ、ね、香水のこのプッシュするとこ硬くて押せないとかさ、ね、携帯の充電器、携帯の充電 6% しかない、充電してとかさ、あとなんだろうな、ねえ、ヒール履いてきたんだけど歩いてたら足痛くてヒールやだとかさ、ねえ、お水飲んでたけどお水じゃなくてオレンジジュースがいいとかさ、ね、ペットボトルのキャップ開けれない、ティッシュうまく使えないとかさ、どうよ、みんな的にこう言われ、こういうこと言われたら、あーなんかこいつかわいいな、何も俺がいないと何もできないなみたいな思うの。帰りたくないわ、まだかわいいね、めちゃめちゃ可愛いと思う。そういう子好きやわ、だってやっぱり。普通ビンタするね。待ってやばい、絶対思わない、あからさまさて、さすがに。あ、本当？あ、本当に？ひなこのお友達そんな子いるの？いや、いないよ、私のめちゃくちゃイメージね。え、こういう子がモテるのかと思ってた。でも私言えないから、そうやって素直になんか無理とか言えないから、なんかね、お風呂一人で入れないとか、なんか顔洗ってる時お化けがいる気がして何もできないとか、お風呂すら入れない、トイレも入れないとかさ、メンバーで言うと誰？いや、メンバーにもメンバーいないじゃないかな、こんなこういう子は。想像力豊かですね。ああ、よく言われます、こういう子が浅くてモテるんじゃないかなって私は思ってたんですけど、そんなことなさそうだね、みんなのコメント見る限り。
入った時よりすごく美人さんだったって嬉しい。でもそんな変わってないと思うよ。前髪伸びたくらい。わざとすぎるのも良くない。じゃあどんなんだったらいいの。なんかねえ、まだ〇〇くんと一緒にいたい、帰りたくないとか。だったらいい。まだあとなんだろうねえ、明日も会いたいんだけどみたいな。ちょっとわかんないけどね。まるまるくんがいないと生きていけない。それめちゃくちゃ重くない？急に重すぎない？モテそうやね、こういう子は。分からんけど。天然だったらいい気がする。天然か。天然って何？どんぐらいの天然？天然って何？どんぐらいの天然ですか？なんかねえ、コーラだと、コーラ頼んだと思ったらオレンジジュースだったみたいな。なるほど。なんかみんないろんなこと、いろんなことを思ってるんですね。あ、はいってなりそう。でもね、なんかさ、いろんなさ人がいるから、自分はこういう子が好きだとか、いや僕はこういう子が好きだみたいなあると思う。だけど、ひなこがもうモテそうなメンバー、なんだろう。でも結構私、七瀬とかめっちゃ、自分が男だったら七瀬を彼女にしたいって思うくらい、なんかよく食べるし、なんか綺麗だし、食べ方も。あとなんだろうな、なんか食べてる子ってやっぱ可愛いね。サバサバ系は苦手だって。でもサバサバ系が好きな子もいるよね。好きな人も。七瀬は彼女っぽいよね。なんか彼女って感じ。いや本当によく食べるんですよ。私が残したものとか、なんか残飯処理みたいな。あとなんだろう、普通にめっちゃコミュ力とかあるし、七瀬ね。私が男性だったら七瀬にしたいですね。でもそういうメンバーも多いですよ。七瀬彼女にしたいなって、ね。残飯処理です。あの服部優奈さんも残飯処理。あ、なるちゃんもいいね。私なるちゃんの顔大好き。あの笑顔が大好き。うなたんは、うなたんはなんかめんどくさそうって言ったらあれなんだけど、なんか、いやわかんない。うなたんメンヘラだったりする、もしかして。いやわかんない。なんかさ、前あったのよ、なんかアンロケで小悪魔みたいなランキング、ユーナ1位で、そう、わかんないけど。
しおりさんはね、ちえさんはいいかな、いいかな、ちえさんはいいかな。ちえさんちょっとなんか違うんだよな。ちえさんなんか、うん、ちえさんなんかいいかな。ちえさんちってなんか、なんかちょっと違う。そう、千織は友達って感じ。うん、私的にね。で、逆にみんながなんか推しメンとかじゃなくて、メンバーで彼女にしたいなって思うか、なるですか。なんか推しメンじゃなくて、なんか普通に推しメンとか関係なしに、あ、この僕はこの子を彼女にしたいなって思う子は、あやねちゃん、かおりちゃん、なんなっせ、ひなこしか本当に思ってる、りんりん、ぐんまりや、かおりちゃん、コミさん、ミュウちゃん、マリアちゃん、七瀬つき、うわ、みんななんか取り合いになっちゃいそうだね。あの本当に多分私どうなるか分かんないんだけど、どうなっちゃうんだろうね、私。何の話だって。自分がメンバーの中でこの子彼女にしたいなって思う子だあれっていう話。あやなんさん分かるかも。きょうかちゃんももっとやりたくなって、もっとやりてください。きょうかちゃんマジで多分本当に何も喋れないから、ゲームの話してあげてください。エーペックスの話したら多分もう3時間ぐらい語れるんじゃないかぐらい好きだと思うんで。エーペックスの話しかしないとよかったねえ。本当にその話しかしないよね。私もさ、京香と遊ぶ時とか絶対エーペックスの話出てくる。猫が少なくてちょっと傷つく説、いや全然傷ついてない、全然傷ついてない。逆に私を彼女にしたいって言ったらえってなっちゃう。私彼女、なんか彼女要素みたいな全然ないよ。17期で気になる子います。だって、うーん、私はみずみんと平田由紀ちゃんがラブです。でもね、オレガン坂がね終わっちゃってからね、なかなか会う機会がないんですけど、ひなこは彼女だったら明るくて楽しそうって思うよ。でもどうする、めちゃくちゃめんどくさい女だったら。私その二人以外気になってる子、うーん、太田ゆきちゃん、同い年、
ていう感じですかね。にゃんちゃんが爆睡してる。にゃんちゃん、にゃんちゃん、起きちゃった、起こしちゃった。いや、めっちゃこっち見てる。ごめんね、寝てていいよ。おしっこした？ごめんね。なんかこっち見ながら寝てるんだよ。ひな子が男性に求める絶対条件って何だって。うーん、浮気しないですかね。やっぱりそれがね一番大事じゃない。わかんないけど、 STU のオカリオの世話してた岡村リオちゃんですか。一緒でしたね、アクターズスクール。懐かしい。仲良しだよ。浮気しないファンに求めたらほぼアウトじゃない。確かにね、目移りしないでほしいよね。じゃあちょっとそろそろランキング読もうかな。皆さんあと6時間後には19歳になってる。みんなちゃんとお祝いしてください。0時くらいにお誕生日ツイートもすると思うので、スクショタイム。19歳のポーズ。10、9ってどうやってやるん。むずい。こうでいいか。オッケー。ということでランキングいます。13位女かさん、ありがとうございます。12位あやちゃん、ありがとうございます。11位ソランさん、ありがとうございます。10位ガリちゃん3000さん、ありがとうございます。9位ネスカフェさん、ありがとうございます。8位スヌーピーさん、ありがとうございます。7位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。6位ゆきたん、ありがとうございます。5位君が落としたまゆじさん、ありがとうございます。4位ゾンネアットマークのっぽさん、ありがとうございます。3位ひらっぴアットマークひなこにメロメロさん、ありがとうございます。2位かっちアットマークひなこいさん、ありがとうございます。そして1位はにゃこアットマークひなこいさんでした。にゃこさん、ありがとうございます。にゃこさん、ありがとう。しーちゃんとはツーショット待ってねって、もちろん任して。あ、もうなんか言っちゃったわ答え。ということで皆さん配信見てくださってありがとうございました。あと6時間後ですが、みんなお祝い待ってます。見てくれてありがとうございます。バイバイ、またねー。